旧仙道森林館は、熊本県熊郡熊村に所在する博物館である。トーマスエジソンに関する展示を行っているが、豪雨災害のため2012年より休館している。熊本県熊村の山間部に小乳道が発見されたのは1973年で、1975年より旧仙道として一般公開が始められた。森林館は、 急仙道から国道219号を挟んだ、熊川に降りる斜面に位置し、1981年11月より設計に着手。1982年10月1日に着工。1984年6月1日に竣工した。敷地面積5085.81平方メートル。建築面積762.99平方メートル。 延べ床面積1640.09平方メートル。7つのドームが連なった構造で、主要部分は鉄骨鉄筋コンクリート構造であるが、ドーム部はトラスウォール工法で建設された。設計者の木島康氏は、スイス1920年に開館した第一ゲーテアノムに影響を受けたと語る。本建築は区は1985年に、 日本建築学会賞を受賞した。熊村森林組合の運営であり、1984年の開館当初は森林に関する展示が主であったが、開館10周年を機に、発明家のトーマス・エジソンに関する展示を取り入れ、エジソンミュージアムの愛称を持った。収蔵点数は約2000点に及ぶ。2012年の豪雨災害で浸水の被害を受け、休館している。 ありがとうございます。